パラライブ。アクタンぼっちなの。だってみんななんか散ってっちゃったんだもん。どうしたらいいんだよ。みんなだってどっか行っちゃってたんだもん。あ、誰かいる。ねねちゃんいる。誰や。誰や。あ、あつし先輩。あつし先輩って言うのはわからないだろ誰か。どこにおんねん。ここにおんねん。どこだ、マジでどこだ。あー、いたいたいた。え、ね、誰かとチーム組んでるの。え、誰とも組んでないの。チームあんの。なんかさ、みんながさ、チームあるらしいよってコメントでめっちゃ流れてくる。え、嘘嘘。え、あんた陽キャじゃないの。陽キャがみんな友達いると思うなよ。あれ、あ、え、わかった。じゃあさ、あちし先輩さ、うん、これあげっからさ、ねえとチーム組もう。え、なにこれ。エメラルドだ。え、困った時は助け合いできるよね。え、なんかな、弱そう。できるよね。弱そうなんだもん。ねえ、ねえの、ねえの地下すごいよ。見せて、見せて、いいよ。ほら、ここ。お、すごい。え、ずっと地下掘ってたの。そう。一人でね。え、寂しい人もしかして。お前に言われたくないな。聞こえてた。一人でいただろ今。聞こえてたんだこれ。え、あ、すごい。いいでしょ。え、いいな。うわ、これはこれはいいな、ね、えっとじゃあ、ねえねえ、ねねえ、ねねえアークア、ねねえ、ねねチーム、あれ、もうなんかチーム、アティネネ、チームアティネネね。アティネネ、アティネネ。お前が私のアスナなの。嘘だよ。あんたがアスナ、私の。似てるって言われるやつ。弱そう、じゃあ。ほら、髪の色大体一緒でしょ。全然違うわ。これあげるよ。おー、じゃあアティネネね、チーム。アティネネ。アティネネか。ジュルジュルジュルとどっちがいい。ジュルジュルジュルと。アティネネの方がいいですか。アティネネの方がいいです。これからさ、うん、マイクラ強い人さ全員引き連れてさ、最強のチームにしようね。そう、言い方よ、言い方。え、鉄見つかったの今んとこ。いや、ゼロ。大丈夫かな。ジュル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 。大丈夫かな、この人。ジュジュジュ。なんかうるさい人いるな。なんか解体してる時に弾あるなーって。あった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 。これいただこう。あ、あ、一人アーティシー、一人アーティシー発見、一人アーティシー発見。なんだよなんだよなんだよ。鉄持ってる。鉄欲しいんちゃうの、装備が。鉄持ってる。あの持ってます。待って待って、ペコちゃん待って、ペコちゃん、ペコちゃん、ペコちゃん、もしかしてさ、私みたいな現象になってんのかな。何？え、もしかして友達いないんだ。あ、ごめん、さっきマリンたちと一緒に掘ってた。あ、ごめんね、じゃね。え、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 あ、もうこの世界ってなんかみんな敵同士なんだなって。あ、この世界ってみんな敵同士なんだ。あ、よくわかったよ。私と同じ現象にみんななってんのかなって思ってたけどね。うん、もうなんかこの辺の松明とかもう取っちゃおうかな。もうシーラね。あ、こちんぱだ。え、こっちですか。これは何を。今、地下労働してました。地下労働してます。ここどうですか、一緒に働きませんか。3人のグループなの。グループってか、割と適当に来ました。ちゃんと生き残るための戦略。 あ、どうも、こんにちは。あ、こんにちは。お疲れ様です。あ、いや、なんかちょっとよそよそしいな、すごい。あ、
なんか足りてないものとかありますか？鉄とか。鉄、あ、今ちょうど鉄を拾ってきてたんですよ。とりあえずピッケル分とか、なんか全く鉄持ってないやつ。でも鉄結構持ってますよね、装備。あ、全く持ってないです。嘘つけこれあげます。これ、いや、なんか多分ゆくゆく使うだろうし、これ。あ、エンダーマンだ。いいの？え、いいの？多分必要だと思うんで、ゆくゆく。いいの？このご恩は忘れないでくださいね。忘れないで。え、じゃあ、おめえが何言ってんだよ。おめえが何言ってんだよ。あげましたよ、坂又は。お願いしますね。キリト君取られそうになってって。うちのキリト君？誰に？どこの？どの女？あ、やばい、ちょっと呼ばれた呼ばれたやばい、アスナが怒ってる。私のアスナめっちゃ怒ってるわ。まずい、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 まずい。ん？なんか締め出されてる。家締め出されてるわ、これ。ただいまーなんて、ただいまなんつって、あれ、いない。なんで土なんだよ。ただいまーなんて。あ、おかえり、おかえり。あー、ちょっと戻っ、どこ行ってたの、うん、どこ行ってたの、どこ行ってたの。あの釜を取りに行こうと思って。うん、釜を取ってきてたかなって。誰と会ってたの？いや、別に。え、誰、どこの女、どこのアスナ、どこのアスナって何どう、いや、ちょっとなんか、すれ違った人と挨拶してた。え、誰、それ誰、どの女ペコラちゃんと、あのうさぎと、はい、あずきちゃんと、あずきちと、クロエちゃんと、多くない挨拶してる人多くない。いろはちゃんがいた。マイクラできそうな人固まってない、そこに。固まってた。固まってたよね。で、なんて言われたの？え、なんかこれあげるから、それ、これあげるから分かったよねって。それねねもあげたじゃん、言った、ちゃんと。いや、うちにも帰る家あるんで、アティネネがあるんでって言った。え、な、何にも言ってない。なん、絶対？なんか噂によると買収。え、なんか浮気してるよって。買収？それはね、嘘。嘘。絶対嘘だよね。うん、嘘。絶対？うん、じゃあねんたちまだアティネネだよね。うん、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 分かった。じゃあ信じる。キリト君のこと信じる。うん、うん、アスナ信じてくれ、アスナ。じゃあ一旦ウサギとシャチと、あのママに、あずきちゃんといろはちゃん、うん、あそこ一応喧嘩売ってくるね、一回。待って、別に何もしてないから。あの人たちは別に何も、普通にね、マイクラやってたから。うん、大丈夫、戻って。うん、そう、仕事しよう。そう、もう金属手に入れちゃってるから。うん、おお、ね、うん、分かってるね、キリト君。うん、分かった、うん、分かった。よし、行ってきな、近くに。行けよ。はい、行けよ、キリト君。はい。わ、よかった、浮気してないって、よかった。よかった、よかった。浮気してないらしいじゃん、みんな。嘘言わないで。ねえ、いろはちゃん、いろはちゃん。はい。うちさ、今、キリト君と結婚してて。何言ってんの？キリト君と結婚、あ、なんかさっきメールで呼ばれましたよね、キリト君。そう。なんかキリト君のこと勧誘とかしてないもん。うん、キリト君別に勧誘してないですね。なんか、キリト君がやっぱ頼りになるからなんか持ってんのかなと思ったら、渋られて、なんかあのキリト君ケチだなって思ってやめました。あのキリト君ちょっと懐は優しくなかったですね。うちのキリト君ケチなの？萌えちゃん、おはよう。おはよう。萌えちゃん、おはよう。
だ、誰か、なんかご飯を、恵んでくれないかい。ああ、ありがとう。この、ね、恵みはいつか倍にして返します。あ、ほんと？ねねね、天気す。なえたん？あ、なに？ねねさ、今、あてし先輩と、あてねねってチーム組んでんだけど。なにそれ？おうおう。のえ、あてねねにならない？あ、私はどこにいんの？私にね、今なんかちょっと浮気仕掛けてたから、今近くに出してる。あ、なるほどね。え、嬉しい。団長さん、ちょっと一人出遅れて1時間、最近、あ、さっき始めたばっかなんよ。1時間遅れちゃったからさ、心強いよ。え、ほんと？やろうよ。パシリトくーん、パシリトくーん。あ、あ、いた、いた。すごい進んでる。ごめんね、あとマグマ勝手に使っちゃった。いいけど、全然いいけど、ちょっとマグマあれしよう、無限したいね。じゃ無限しよう、せっかくなら。てか、何してたの？うん、ノエタの勧誘に行った。ノエアティネネになった。ええ、こっちの島にいるねって言ったら、うんって言って迷子で今、あずきちに保護されてるらしい。おい、迎えに行けよ。何やってんだよ。迎えに行けよ。いや、ちょっと夜だから行けなくて。これで、上にマグマをあれすれば。へえ、すごい。頼りになる。キリト君、頼りになる。え、でも、あなたがマグマを使ってしまいました。私、マグマ取ってきます。はい、取ってきてください。任せろください。10年前の団長も、団長も保護してきて、団長も保護してマグマも取ってきます。マグマはリフォンのとこにあったんだよね。それだけは記憶で覚えてるから、あとは誰にも見つからずに移動するだけ。イージー。畑作ってよ。畑？畑ってどうやって作るんだっけ。もう分かんなくなっちゃった。おまれ何、あれなの、ソロ？まあ時に人と遊んでるよ。ノエ、ノエアティネネに入る？そえ、ねえ、ノエタン見てない？ノエタンは、うん、あれじゃね、なんだっけ、風間のとこじゃない？あずきち風間。ほら、チーム組んでんじゃん、それ。チーム、わからんけど、何それ。どうする？ポル、ポル、ポルス、あじゃあ、いらない。ボルカなんていらない。待って、マグマだけ取って帰って、なんとかノエタンを。あ、熱い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 。あ、ねえ、助けー。あ、遅いな、帰ってくんの。バケツ作るか。え、え、え、姉ちゃん、え、もう死んじゃったわけ？ねねっち、さっき団長が困ってる時に手を差し伸べてくれたのに、恩返しするって言ったのに。マグマダイブしてんじゃねえか。あ、す
ーパーネレチこんがりと焼けた。あ、最初の脱落者出ました。え、なに、死んだ。え、さっきポロがパンって叩いたけど大丈夫だよね。え、ねえねえ、でもポロカのせいじゃないよね、叩いたけど。ください、今行きます。いや初日やはり死ぬやつはまあ出てきますよねと。嘘でしょ、なんでそうなった。あ、ボタンちゃんだ、ついていってみよう。あ、なんで急に振り返ったの。なんでめっちゃ急にこびっくり。なんかね、なんか気配したんだよ。いるかもと思って、アクタンだった。何してるかなってつ、あの仲間がさ、いなくなってさ。あ、確かに、あれ、え、アクタンが押したの背中。いや、してないよ、押してないよ。やめてよ、無罪よ、勝手に死んだんだよ。マグマ勝手に、ひどい、逆にひどいな。逆にひどいな、勝手に死んだって。マグマある場所知ってたりしませんか。あった、あるよ。あ、嘘。え、でもこの辺なかったっけ。なんかあった気するよね。え、この先あったような気がするけど、この辺の民じゃないの。あ、あるある、それ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 。あ、あ、ありがとうありがとうありがとう。こんな、え、ここ落ちたのかな。いや、普通にあるよ。え、これあれ、ねねちもしかして、待って、これ落ちて、あ、これねねちじゃない、ここ落ちてんの。あ、これねねち、え、ねねちのどうぞそれ。え、アクタンがねねちにマグマ拾ってほしいって言って死んだの。そう。あー、そうなんだ。そう、ここ、ここでね。ここで。ちょっとお墓建てとこうかな。R.I.P. リップ。ねねち。ねねちいますか？あれ、ねねちっていないのかこれ。見えてないのかな、ねねちって。ねねち、どこにいる？あ、ペコラ様！あなたの後ろにいます。はい、お礼みたいになっちゃう。6倍来てください。ほんますいません、ほんますいません。バカ、何してたよ。助けてください、ペコラ様。ない、違う違う、まずちょっと聞きたいんですけども、あなたは何が原因で死んでしまったんですか？ミナとアッカーにマグマ取りに行ってこいって言われて、はい、あ、先輩からの、はいはい、お使いで、うん、取りに行ったら、うん、ちょっとテンション上がってマグマの上でジャンプしてしまいました。バカかよ、マジで。大バカ者ですね、あなた。助けてください。わかりました。じゃあもうねねち、本当にこの後救済さすがにできないからね、ペコラも。わかった。もう今回限りで、あなたはもう次本当に死ねないからね、よろしくお願いします。ということで、まあ、今回は仕方ない、初日ということもあって、ちょっとまあ先輩の使いもあるということで、あなたを救済しましょう。はい、じゃちょっと待っててください、すぐに救済します。はい、
って。あ、こうか。生きたー！お花植えといたよ、お花。安らかに眠れ。え？キリト君復活しました。マグマ持って帰ります必ず。ねちゃん復活できたの？ちょっと待って。ねねさん、もういいです。帰ってきてください。あなたに何も期待しません。ただもう帰ってきてくださいと。今楽園で朝を待っています。朝には帰ります。アスナ何やってんだよ。